どういう角度がいい？なんか微妙。いい感じじゃない？ OK。 せーの、ルンルン、どうもシホルンです。はーい、今回はですね、今日はですね、無許可でこちらのね、マナト君の部屋に入っております。やっぱメイク動画を撮るときはね、この綺麗な光があった方がこういい感じかなということで、今回は、何、メイクをやっていこうと思います。まあ、ただメイクをするだけじゃ楽しくないということで、今回はですね、3分メイクやっていこうと思います。鏡忘れた、どうしよう、鏡忘れた、え、じゃ鏡持ってきますね。無限大持ってきました。こちら大好きなお友達がプレゼントしてくれた鏡。かなり昔に、もう2年ぐらい前に、多分5分メイクアップチャレンジか3分メイクアップチャレンジかやった気がするんですけど、あのルンルンのモーシャルです。はーい、最近すごく太った。今回はですね、あのリクエストで3分メイクをしてほしいというねリクエストがあったので、今日はそれをやっていこうと思います。私ね、5分メイクをやったことがあるんですけど、黒歴史なんですよ。黒歴史、そう、もうガーンって感じですね。なのでね、今日はね、頑張って黒歴史にならないように頑張っていこうと思います。それではスタート。その時と変わらず、ズルなのでね、蓋とかはもう全部開けております。ちょっと開けてないのあったから今すぐ開ける。で、ずるいってことは分かってるんですけど、すべて並べました。もう開けてもう並べた。そしてもうね、ピンもつけてるし、黒子もつけちゃってますよみたいなね、もう最悪な人なんですけど、まあその状態でちょっと頑張っていこう。つるさも大切。アイシャドウブラシももうそこに置いておく。オッケーオッケー。蓋も開けておく。オッケーオッケーオッケー。ちょっと緊張しますね、こちら。ちょっと3分間できるかな。早速やっていこうと思います。ちょっとピンで留めますが、ちょっと眉毛をね、ちょっと最近ボーボーなんですよ。そう、学校がないことをいいことにね、あんま出かける予定もないので、ちょっと眉毛をね、いい感じに剃ってないんで、ボサボサなんですけど、まあいいということで。どうしよう、どこに鏡、あ、これでいい感じ。 OK、 ここに鏡があるので、ちょっと変なところ向いてるんですけど、許してくださいね。ちょっと緊張するな、これ。3分とかできる気がしない。なんか最初5分と3分迷ったんですよ。でもどっちの方がいいかなと思ってゆらに一回聞いたんですよ、どっちがいいって。そしたら3分の方が面白いって言われたので、3分で今日はやっていこうと思います。緊張する。下地を塗って、ファンデーション塗って、 OKOKOK。 これはもう今回はもう全部終わらせる気でやるんで、私は本気で、はい、本気で挑みます。あ、ごめんなさい、ゼロとか言わないで。緊張してきた、やばい。こういう時ってめっちゃ緊張するんだよね。よし、私は絶対に勝つ。待って、カラコンがわからん。カラコンどうしよう。あ、ティッシュ持ってくる。無限無限無限大。あ、すいません。よし、じゃあ私はもう決めた、やると決めたからにはやらないといけない。いきますよ、よーい。あ、緊張してきた。私は負けない。じゃあサムネ撮っとくか。サムネ撮っとく。ブサイクすぎんだろ。待って、カラコン先につけていい？でもそれはルール違反だよな、ね、だって3分朝起きて、あと3分で家を出ないといけない。カラコンってやらないといけないから、カラコンはもうつき、もう頑張ってつけます。緊張してきた。カラコンだけで終わりそう。私は負けないよ、いくよ、よーい。あー、緊張してきた、よーい、スタート。あー、ブブ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 ブ、カラコンつけて、あ、これはタイムロス。あー、オッケー。時間なんかに負けない。よし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 、いいよいいよいいよ。あ、待って、これは出しすぎた。あ、待って、あと2分30秒。マイク、もうやばい。オッケー、もう私は絶対に負けない。オッケー、いいよ。これ出してなかった。オッケー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 。いいよ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 。いいペースだよ。あと2分13秒。OK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 。そしたら、OK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 。痛いな。よし。入れていきます。そしたら次にチーク、いつも入れてるチーク。はい、OKOKOK。
オッケーオッケーオッケー、かわいいかわいい。そしたらここシェーディングを入れて、あと1分50秒、やばい、あと2分。はい、そしたらもうちょっと先にリップ塗っておきますね。オッケーオッケー、ままままま、オッケー。そしたら眉毛を描いていきます。ちょっと眉毛がやばい、眉毛はちょっと一番大変だよねこれね。絶対に私は時間なんかに負けねえ。オッケー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 、綿棒綿棒綿棒、オッケーオッケー。いやいやいや、もう先っぽがあればいいから、先っぽがな。オッケー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 、いい感じ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 で、そしたらちょっとパウダーパウダーでパウダーで、はい、描いて描いて描いて、オッケー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 。そしたら次にアイシャドウ、アイシャドウ、アイシャドウは、アイシャドウは、はい、こんな感じで、おら、今日はもう手でやっていきます。待って、あと何分、あと何分、あと1分、はっ、ちょ、オッケー。そしたら次に涙袋を描いていく。そしたらこちらのキラキラはね、私の 大好きなエチュードハウスのキラキラをね塗っていきます。そしたら次にこちらのホリカホリカのねラメをね、あの ここに塗っていくんですよ。今日ちょっと粒がないんですけど、あと26秒、やばい、何すればいいんだっけ、待って、アイライン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 引いて、アイライン引いて、オッケー、オッケー。ちょっとシホルンさんキラキラ出てますよ。あ、ビューラ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 、あと7秒、無理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 、よいしょ、オッケー。なんか悲しくなる。どうですか、え、なんか昔よりはちょっといけた気がする。うん、なんか2年ぐらい前にやったやつ、多分2年ぐらい前にやったんだけど。スタート、ドゥーン。な、ちょっと私本当に、あ、ちょっとガチで頑張るから応援してて。ね、全然見えてないよね。ちょっと全然見えてないよね。待って、ちょっと全然見えてないよね。待って、全然見えてない。あ、はい、オッケー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 。ブワー。そしたらですね、はい、コンシーラーをね、ピュピュピュって乗せていきます。はー、待って、これでさ、私失敗したらさ、泣くよ泣くよ泣くよ。待って、投げちゃった、パフこっちだって。あ、え、私さ、ちょっとダメな気がしてきた。あと2分、え、待って、もう30秒だった。早い、頑張る頑張る頑張る。あ、待って、リップ出してないじゃん、私終わったんごじゃん、もう。待って、ハイライトやってなかった、結局こんだけ出しといて。すごいあれ用だよ、なんかもう何が起きたって感じ。ちょっと写真撮って貼っておきますね。え、でもまだマシじゃない、いつもというか昔よりは。ちょっと眉毛はひどいんですけど、ほら、 目とかアイラインちょっと頑張った、ほら、あのもうラメがやばいけど。でもこれではさすがに外は出れないね。はい、こんな感じでございました。ちょっと髪の毛を直してみますか。今日はもうウォーキング行く予定しかないんでいいんですけど、これで自撮りをしてルンセルカ載せておきます。3分クオリティということで、はい。なんかでも楽しかった、久しぶりにやったらめっちゃ楽しかったです。この焦る感じがいいよね、すごいドキドキ感がめっちゃ。そこをちょっと片付けますね。弟の部屋なんでね、もうこれラメとかついてるのもう見られてる、もう怒られちゃう。はい、というわけで今回は3 minutes メイクアップチャレンジだっけ、なんか3分メイクをね今回はやってみました。はい、ちょっと思ったよりもちょっとできたかなって思いました。ひどいんですけど、すごい雑なメイクになってるんですけど、はい、また2分とか1分とかやってみようと思います。はい、というわけで最後までご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。バイルンルン、バイバーイ。待って、何ニュース、あー、開いちゃったニュース開いちゃった、どうする、私どうする。待って、戻って、うん、オッケー、記事が取得できません。はい、分かった。待って、なんでエラーばっかなの、やめて。待って、なんで開かないって。オッケーだから、待って、オッケーだから、ちょっと戻って、あと1分だって、開いた瞬間にあと1分って言われた。待って。